今日は患者さんの協力のもと胃カメラ検査と大腸カメラ検査の施術に密着していきました。はい、お預かりします。お願いします。あ、食べてます食べてます。先生弁当食べてるから。あ、取っても大丈夫です。なんか詰まってるところですけど大丈夫ですか。はい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 、はいはい、今日はあの密着させていただくんですけど、はい、今日なんかどういった施術されるみたいな話を。食べながらで大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。今日はちょっと胃カメラと大腸カメラの検査なんですね。ちょっと胃の調子が悪いっていうことと、以前大腸のポリープを取っている方なので、まあ、定期的に検査した方がいいので、またできてるかもしれないですからね。はい、今日の撮影に協力していただく鈴木さんに施術前の気持ちを伺った。ちょっと質問いいですか。あ、はい、どうぞ。なんか今日は何をされに来られたんですか。今日はですね、大腸の内視鏡検査をしに来ました。大腸カメラは大腸と小腸の一部までを観察し、直接粘液の色の変化や凹凸などの形状を観察することで、ポリープやがんの発見を有効的に行う検査だ。なんかどういった動機というか、今回私は会社の同僚が検査を受けたことがありまして、そこで大腸ポリープを見つかったということを聞いたので、ちょっと不安になって西村クリニックさんに行きました。入る前に鎮静剤からやるんですけど、終わったらもう起きた時はもういつの間に座ってる感じなんで、終わっていつやったんですかって。あ、まあ、そういう感覚なんですね。会社に寝ちゃう、寝ちゃってあ、ベッドの横になって多分鎮静剤入れられるんですけど、逆に怖いですね。何が起きたのか分かんないです、じゃあむしろやったのみたいな感じで。あ、そうです。最後診察室でカメラの内視鏡像を見せてくれるんで、はい、ここはあった、ポリープがあったとか。あ、あったことあります。私ありました。あ、あったんですか。はい、それ撮ったよとか。はい、あ、撮るのところにやってくれてる。あ、はい、見つかったらやってくれます。だから今日も、はい、トリプがあったら取るよって言われてるんで、はい、あ、なるほど。あったらお願いします。あ、じゃああれですか、その内腸の中を見て確認するだけじゃなくて、あったらそのまま取って取っちゃう。あ、そうなんですね。はい、へー。クリニックとかでやってるんですけど、はい、一番楽です。あ、そうなんですか。それは本当。はい、ふうきさん、鈴木真嗣さん、はい、こんにちは、お願いします。カメラでお間違いなかったですかね。はい、そうです。はい、具材は全部飲めましたか。はい、飲みました。お疲れ様でした。何回ぐらいお続けましたか。患者さんへの対応が終わるとすぐに施術の準備へ向かう。そうだ、どの準備とかに取りますか。はい、取らせていただきます。施術に使われる機材はどれも最新機材。鈴木さん、お機械できましたか。はい、失礼します。鍵かけて、血管に入ってると思うので、はい、じゃあこちらお願いします。結構検査室入りますけど、お手洗い大丈夫そうですかね。はい、大丈夫です。はい、こちらの手に入っていただいて、はい、おかけください。まず胃の中の泡を水を薬飲んでもらいますので、はい、マスク外してポケットに入れておいてくださいね。はい、お願いします。はい、施術室に移動すると血液の採取を行う。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい、では鈴木さん、胃カメラの検査ですね。はい、ではだんだん眠たくなる薬入りますね。ここからは石黒先生のハイレベルな技術をノーカットでご覧いただこう。
といくか。今はこれ緑道を通って胃の中に向かっているところですね。今胃の中入りましたね。胃もポリープも含めて何か病変がないかとか、まあ、胃炎とか炎症がないかとか、ピロリ菌とかがいないかなとか見ながら観察してますね。で、まあ、胃の奥の十二指腸というところにまず入って、まあ、そこの感覚から、まあ、今してます。気持ちいいですね。プラス十二指腸ね。続いて胃の中に戻ってよく見ていきます。胃の検査何分ぐらいですか？基本的にはまあどのぐらい手際よくやるかによるんですけど、だいたい2、3分ぐらいで観察を終えてますね。はい。なるべく短く観察した方が、まあ、患者さんも楽なので、まあ撮影したりするスピードとかもなるべく上げて、まあ、なおかつしっかり見落としないように検査してます。でもちろん何か病変があったりとか、細胞の検査とか必要だなっていう時は もちろんもう少し時間をかけてチェックはする感じですね。まあ、今回はこれで終わります。はい、施術時間はたったの2分。ちっちゃいポリープがありましたね。ただし放っておいてもいいポリープなので、まあ、様子見で終わります。ここで目を覚ました鈴木さんにお話を伺った。あれ今って起きられてる感じ？どうでした？今胃カメラの検査終わってます。何分ぐらいですか？5分ぐらいですか？そうですね、5分ぐらい。あっという間でした。でも何も苦しさとかもそうなんですか？何もです。あ、そうなんですね。いつやったの？いつ終わったの？なるほど、気づいたら体勢変わってた。あ、これはポリープですね。これポリープですか？はい。